皆さんこんばんは。こんばんは。今週も加瀬谷秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。加瀬さんどうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今ちょっと私油断してましたね、はい、入る時ね。あれもうちょっとかかる、もうちょっと後の良かったですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あのマンチェスターユナイテッド正式に、青森部監督になりまして、はいはい、ファンニステルローイは退団なんですね。そうですね。フレッチャーはコーチとして残りましたけれど、うん、まあ、2人とも残ってほしかったし、うん、特にニステルはね非常にいいムードにしてチームの若い選手もベテラン選手も、まあ、ニステルを慕っていましたので、はい、残したかったんですけど、個人的には、まあ、青森にもには青森の考え方があったのでしょうから、うん、まあユナイテッドはいつも言ってますけど、うん、いずれ年内には、はい、うん、多分きっとおそらくペアハプスやると思います、はい、絶対とは言わないよ、ね、いや やりますよ、やりましょう、うん、もうちょっとまた進んでからっていう、ね、はい、そうですね、ところになりますね、はい、うん、はい、まあ、そしてね、いろいろ監督人事で言いますと、うん、ちょっとまあ J リーグもこのもうそろそろシーズン終わるんですけど、はい、今シーズン限りで、退団とか、うん、契約満了とか、はい、結構そういう監督もいらっしゃいまして、うん、今 F マリノスにスティーブ・ホランド上がっております。元イングランド代表アシスタント。あ、これあれシティグループだったっけ。シティグループが推薦してるんじゃないかっていう話ですけれども、ただこう、まあ、チェルシー時代はモーリーニョが主じゃないですか、うん、まあ、他も監督もいらっしゃいましたけど、もうちょっとで、ギャレス・サウスゲートで、はい、どちらかというとポスティコグルーと全然イメージ違うんですよ ね、 そうですね。でポスティコグルー踏襲してきた F マリノスと合うのかなと思ったりはしますけどね。うん、そうですね。まあシティグループいろいろ起きそうですからね。まあ、ちょっと、うん、不気味なといえば不気味だし、そうですよね。はい、うん、あ、チェルシーで言いますと、まあね、シティ・ホランドもチェルシーだったんで、うん、ランパードがコベントリーの監督に上がってるんですよ、うん、ね、ですね。まあでも、まあ、ダービーだっけ、ダービーやりましたよね、はい、やりましたけど、とにかく一回下のカテゴリーで短い期間じゃなくて、ね、はい、まだ指導者としては若い、もっと若い監督いますけど、はい、あまりみたいにね、うん、まだ若い、どっちかって言ったら若い方なので、はい、そこからやった方がいいですよ。うん、あの経験則でやっぱチェルシー厳しかったじゃないですか。そうです ね、うん、ね、ちょっとまた一番いろいろ難しいとね、そうですね、あの誰も取れないみたいな時にっていうのもありましたし、うんうん、結構大変な時期にやらされたのもありまして、うん、もう一回ね登板する時も大変な時期だったので、うんうん、っていうのありますけどね。またねそういったところから、そうそう、チェルシーの監督やりたいのは分かりますけど、はい、うん、要するにいいように使われない方にした方がいい、うんうんうん、まあ、帯は難しいですよ ね、 ね、いろいろその色があるからどうしてもね、うん、そこになっちゃう、うん、ですけど、もっと、ね、うん、下のカテゴリーからしっかりと積み上げていった方がいいのかもしれないですけどね。まあ、今回はあの代表ウィークということで、はい、ちょっとプレミアリーグがこの週末はお休みでございますので代表の話をしたいんですが、うん、ちょっと今あのダゾーンがあの代表、はい、日本代表戦は2試合アウェーゲーム続きますけども、はい、あの独占配信なんですが、はい、あのファンゾーンの方は無料開放しておりますので、あの難しい MC というか、まあ、進行ですね、まあ、MC は、ね、実際あの矢部さんが、矢部裕之さんが多分やられると思うので、あ、そうだったの、あ、もうやってんのか、そうか、はい、もう1試合やってますね、うん、まあ、俺まだやってないんですけど、うん、まあ、収録時代やってないんですけど、インドネシア戦は、ちょっと終わってると、うん、まあ、おそらく勝ってると思いますけど、うん、今度中国戦もありますので、あの9時からで1時間前からかな、ファンゾーンで開放しますので、あのぜひあの周りのあまり普段ご覧になってない、ね、はい、ですね、方に、うん、あのお伝えしていただけたらなというふうに思います、はい、よろしくお願いします。あの他のバラエティ番組は後に増して、はいはい、代表の試合を生で代表を見ようぜということでお願いします、はいはい、よろしくお願いします。皆さんで一緒に応援していきましょう、はいはい、でね、イングランド代表の方も、はい、もちろんゲームがあるわけですけれども、トゥヘル監督に決まりましたが、はい、まだ実際にトゥヘルが動き出すのは1月1日からということになるので、そうですね、1月1日から最初の試合が3月ですから、はい、まだ準備期間はまだ、うん、そこそこあるということですよね。そうですね、はい、うん、まあ、それに向けて、リー・カーズリー、監督代行がまず指揮をするんですけれども、はい、ちょっと、まあ、先を見据えてと言いましょうか、うん、今回イングランド代表トゥヘル新監督が直面する課題ということ で、 で、ね、はい、お届けをしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。まあ、今、はい、ね、現状どうなっているか、うん、ということと、はい、まあ、簡単な推測を加えつつやろうかなということです。今回ですね、まあ、リー・カーズリー監督代行、暫定監督が、はい、指揮を取るわけですけれども、怪我人が、ね、そうですね、多いですね、はい、多いということもありまして、はい、まず、はい、直前に、はい、招集されながら、はい、直前に、怪我で離れた選手たちをちょっと、はい、貼っていきますね、はい、8人ですね、 8人ですね、はい、キーパーラムですね、はい、どうしようかな、はい、コールウィルがコールウィルがいますね、ここだとしたら、はい、アレクサンダーアーノルドはここだし、はい、ここですね、はい、
でグリーリッシュ国王で、はい、パーマホーデンどうしましょうかね。すごいですね、こうやって考えると少し前目の方がいいですね、うん、もう一人いるんで、うん、ホーデン前、あ、ホーデンここにします、この辺、あ、そうですね、パーマここ、パーマもその辺でいいんじゃないですか、うん、で、サッカーが、で、でもう一人ですね、ライスが、うん、でこれだけいるわけですよ、はい、これだけ、はい、なおかつ、うん、怪我してこの今回あの招集メンバー外だった人ね、はい、うん、まあ、レギュラークラスでいくとストーンズ、まあ、ストーンズ、はいはい、あとメイヌーもそうですかね、ルークショー、メイヌ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 ー、じゃメイヌーここですわね、はい、ここですね、はい、ここ並べちゃいます、うん、これで何人ですか、これで西郎や10人、あと1人、あと1人ですね、まあ、トップを誰に、まあ、これじゃあ3バックぐらいにしておきますか、あ、分かりました、3バックにしましょう、ですか、はい、あ、でもあの大丈夫ですか、ディフェンスに入れなくていいですか、あのルークの翔さんは、ルークの翔ちゃんでも前もいないかあ、じゃあ、まあ、例えばで、はい、まあ、こうとかさ、あ、なるほど、うん、こうとかね、それ全部背負にしといて、こうとか、はい、ラッシュフォードに上手にね、うん、はいはい、3、2、4、1みたいな感じで、はい、まあ、これだけでもメンバーできるじゃないですか、はい、はっきり言って、うん、まあ、これだけタレントいるんだけど、うん、これまだ使えないよってことで、はい、でなおかつ、はい、代表に入ってくるかもしれないですし、はい、これはちょっとね、どうか微妙な感じもしますけれど、はい、はい、うん、ポープ、はい、ニックポープ、はい、うん、で、いきます、ルクの翔ちゃん、はい、ルクショー、まあ、舐めますか、うん、舐めますか、舐めますか、はい、うん、じゃあポープ、はい、舐めますか、でマーディソン、マーディソン、はい、オタクのチル、はい、チル、はい、オタクの RJ、はい、リース・ジェームスですね、はい、はい、3バックだと代表でもユナイテッドもっていう期待を込めてマグワイア、はい、はい、そして、はい、ベンホワイト、アーセナルファンの皆さんどうです、はい、っていうところがいるわけですよ、はい、これで総勢 1,2,3,4,5,6,7 だから18人ぐらいいる、はい、おそらくこの辺は代表としても入ってくるだろうということですよね、はい、でじゃあこれ1回外しますか、はい、うん、あ、もう外しちゃいますか、1回、はい、この選手、まあ、今これは今回呼ばれ、はい、呼んだけれども来ない選手とか、そうそう、でこれ今回また難しいのは、実は勝谷さん最初に挙げた8人なんですけれども、はい、離脱することになったんですが、はいはい、その詳細が発表されておりません、そうですね、これが、はい、怪我ではない人が多いんです、うん、はいはい、トゥヘルがまだやらない、うんうんうん、で無理はさせたくない、はいはい、チームとによる話し合いの上、はい、まあ、今回はいいんじゃないかということ で、 そうですね、はい、これトゥフェルがもし指揮を取ってたらアピールしたいですけど、みんな来たかもしれないっていう、まあ、正直グリリッシュに関しては、はい、あのペップ監督がフィットしていないってはっきり言っちゃいましたからねうん、それは無理させられる道路程度なのっていう感じのあったので、はい、まあ、まあ、ライスはちょっと厳しい、やらない方がいいと思いますし、これ、はい、まだフルトレーニング戻ってくるか戻らないってことだから、はい、そうですね、うん、これもあの割と早い時間帯に引っ込んだりしてるので、うん、まだまだ怪我は明らかですので、うん、まあ、無理をできたかもしれないけど、はい、うん、まあ、そう、はい、野上言ったみたいに、まあ、カーズリーだからねっていうところの、うんうん、考え方はあったと思いますね、そうですね、はい、うん、またそれで、大体で、こう呼ばれた選手というのが、はい、モーガン・ロジャーズとか、はい、あと、まあ、ボーヤはね毎回呼ばれてますけど、はいはい、ブランス・ウェイトもまあ若いですし、はい、リブラメントも若い、はい、でトラフォードはゴールキーパーですね、はいはい、こういう選手たちということになるんですけれども、うん、まあ、あれですね、リー・カーズリーが、U21 代表を指揮して、はい、うん、U21 のユーロ取ってますし、はい、若い選手をちょっとまず使ってみてどうかっていう、はい、まあ、トゥヘル監督どうですかっていう、うん、そういう、まあ、位置づけ の、 そうです、ね、あの2試合ではいいのかなというのは思いますけどね、はい、で今回、残った招集っていうのが、まあ、ゴールキーパーからいくと、はい、こうなんですね、とりあえずどっちか2人ってなると思うんですけど、はい、まあ、ヘンダーソンかピックフォードということで、はい、まあ、どっちかを置きましょう、はい、ディン・ヘンダーソン、ピックフォード、はい、どっちかだと思います、はい、でもう一人がさっきの前に言ったトラフォード、トラフォード、うん、はい、トラフォードはちょっと貼るところがないのでちょっとこちらに置いておきます、いきましょうか、はいはい、ディフェンスからいくか、それと前の方からいくか、前の方からいってみようか、前からいきますか、うん、まあ決定じゃん、はい、絶対に、はいですね、はい、絶対にこれは決定じゃないですか、はい、間違いないじゃないですか、はい、あと間違いないところからいきますか、じゃあ、ああ、これ間違いですね、はい、上右左左じゃないですか、ね、基本的には、はい、まあ、でもどっちでも、そうですね、はい、ディフェンスいないんだよな、
どうですか、呼びましたけど、初めて呼ばれましたが、ハウトベリス使うかな、うん、ハウトベリスね、でもそうだよね、かハウトベリスかブランスか、コンサいますよ、コンサだね、コンサだな、これはコンサだ、右左真ん中、真ん中じゃないですか、フォーバックですよね、フォーバックじゃないですかね、バックフォーだね、はい、で、右やっぱウォーカーじゃないですか、ウォーカーいきますか、はい、はい、左はリコ・ルイスか、ルイス・ホールか、ルイス・ホールも初めて呼ばれましたね、はい、はい、そうですねですね、はい、ね、野村君どっちだと思います？いや、戦い方によりますけど、その、うん、何での偽サイドバックみたいにやるんだったらリコ・ルイスですし、うんうん、普通にやるんだったらルイス・ホールかなっていうところですけどね、まあまあちょっと万能的なところがあるかもしれないですか、リコ・ルイスでしたね、私、はい、あの先々週かなんかで、大ブレイクって言ってるんで、はい、ああ、はい、そうです、はい、そうですね、で、はい、次、中盤、はい、中盤ね、4231かな、4231ですかね、うん、こうかなね、あ、なるほどなるほど、はい、こうじゃないですか、ベリンガムを中盤どちらかって低い位置で使う、うんうん、でコナーゲラガーとコンビを組ませるってことですね、はいはい、今回そうですね、鉄板の、うん、そうそう、デクラライスがいないということですからね、そうそう、だからこの2人がちょっと負担がかかるんじゃないかなっていう、はい、僕の読みです、はい、なるほど、で右があなたのところ、はい、まで校長まで、はい、はい、ここからは私の勝手なやつです、はい、好きです、ニュースワイトですね、はい、今ノッティンガムフォレストの、うん、コンディションがね、はい、コンディションちょっと体調大丈夫かなっていうのがあるんですけど、あのユナイテッド的にはこっちなんです、あ、うん、はい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 、はい、イングランドのメディアでここに使うっていう人いるんですけど、はい、あの華奢なのはここ無理ですよ、はい、ここですよ、ここしかないと思います、ね、はい、はい、で左がゴードンですか、うん、かな、うん、だと思うんですよね、はい、あるいは、ベリンガム、うん、ここ1個上げて、はい、ここにして、はい、ここカーティス・ジョーンズか、あ、うん、なるほどね、うん、まあ、カーティス・ジョーンズもめっちゃ好調で、はいはい、カーティス・ジョーンズもう1列前じゃないですか、前だね、433、逆にこういう、はい、この、うん、ここのところの二物ホワイトと、うん、あとここみんな好調です、ね、これね、追加招集ですけど、はいはい、ビラのロジャーズもいいです、 いいですよね、はい、ここはちょっと誰が使ってくるかっていうのは、うん、はい、この3人いいですよ、はい、うん、ロジャーズだった時に、ロジャーズね、おそらくここ、モーガンロジャーズ、はい、まあ、誰になるか分かんないんですけど、うん、まあ、パーマ余力なのかな、分かんないですけど、はい、うん、ちょっとこの3人面白いですよ、みんな、うんうん、ここ意外と出てきましたね、タレントがね、はい、そうですね、うん、ということ で、 ことです、ね、うん、ちょっとやはりマリーがね、うん、ビッグスターもいるので、うん、はい、なかなか、うん、難しいかなっていう感じはしますけれど ね、まあ、上原一緒のリーグはあんまりイングランドは今まで重視してこなかったので、うん、今 B という、はい、カテゴリーにいまして、うん、これテストマッチなんですね、ほぼ6試合が、はいはい、で次のまた次もこれで昇格できるかどうかは、うん、2位も昇格の可能性あるんですけど、はいはい、1位はもう昇格なんです ね、で1位だと昇格するということなんで、 A になると例えば相手がオランダとか、うん、フランスとか、うん、で強化とするとやっぱそういうチームとやりたいじゃないですか、そうですね、うん、トゥヘルはトゥヘルのためにここはちょっと勝っておかないといけないっていう、うん、そこをどう捉えるかですね、ルーカーズリーがいろんな人を試す方向に行くのか、うん、やっぱりちょっと勝ちにちゃんと行くのかっていうところあるかと思いますが、はい、うん、おそらくこの2試合ギリシャ戦、アイルランド戦はこういったメンバーに、うん、そうですね、あとはもうあれですね、さっき言ったように、はい、ここもね、はい、いるんですよ、はい、ここでね、アンヘルゴメス入ってくるとか、まあ、でケインに代わってはアトキンスか、ね、ソランケもね、ソランケも呼ばれてますね、はい、はい、あと グエイこっちのブランスライトっていうのもありますね、できます、はいはい、であとか右にボーエンがね、はい、控えてますし、でここルイスホール、はい、リブラメントもいる、はい、あ、そんでちょうどコンサのとこにハウトベリスとっていうですね、はい、はい、ね、はい、ですから最初からこれなんで使えてるんだよな、yeah. 悪くはないんですよ、うん、悪くはない、はい、うん、特にやっぱりこの辺、はい、ベリンガム、はい、ギャラがコナーギャラが、それでケイン、ケイン、うん、はい、それでまあ非常に頼りになりますし、うん、もうプレミアリーグ有数のセンターバックになりましたから、うん、はい、この辺はね、うん、頼りになりますし、はい、はい、ベストじゃないですけどやっぱりこれは計算できるっていうのがあるので、はい、はい、まあ、うん、うまく戦い抜いてほしいなと思いますけどね、うん、はい、うん、
で今回はまだトゥヘルが指揮を取っているわけではないので、はい、まあ、このメンバーが、はい、まあ、うん、どこで見てるのかな、はい、見に来てるのかな、うん、それともモニターで見るのかですけれども、はいはい、トゥヘルにどれだけアピールをするかという、はい、特にこう当落線上の選手たちとか若い選手は、はい、ここでアピールが必要ということになると思うんですけど、うん、どうなんですかね。でもうあれですか、トゥヘル方向に行ってもいいですか。いいですよ、はい、うん、今回、まあ、トゥヘルになるということで、まあ、どういう風なフットボールになるのかというのは気になるところなんですが、うん、トゥヘルは、まあ、会見し開きましたね、はい、我々は攻撃的なスタイルでプレーするべきであり、はい、ゲームにおけるフィジカル的な側面を重視する、うん、なぜならそれこそがイングランドのサッカーでありサポーターを興奮させると同時に選手たちにも適したスタイルだからということで、うん、スピード、はい、パワー、フィジカル、うん、ここはもう前面に押し出して、はい、いいところはもう使いますと。そうですね、はいはい、あのまあ、もちろんパスもそうなんだけれども、うん、まあ、縦におそらく速い、はい、あるいはもうしっかりと、強靭なフィジカル、スピード、こういったところを持った選手を重要視しますよというふうにも取れますね、はい、そうですね、まあ、実際そうだと思います、うん、はい、うん、だからそのフィジカルで、はい、あのそのあとは、まあ、いわゆるそのプレーの圧ですよね、うん、はい、インテンシティとかって踏まえたときに、はい、どうしてもですね、ちょっと厳しくないですか。あ、そうですね、アイルゴミスマスですね、まあ、フィジックそうなんですよ ね、 そうやってちょっと一人ずつ消していきます、うん、はい、消していきましょうか。非常に切ないですけど、はい、消していくっていうのは、はい、そしたらどうなんですかね、こうおそらく今までやってきたクラブ、はい、まあ、マインツ、ドルトムント、パリ・サンジェルマン、チェルシー、バイエルン、はい、こういったチームでも、はい、実は全部同じようなフットボールをしているというよりは、はい、そこの選手に結構合わせて、そうですね、うまくやりくりしているというのも、はい、トゥベルの特徴でもあり、はい、また、試合中にこう変える、うん、流れを変えるということで考えると、バックスリーからバックフォーとか ね、やるんでね、はい、もちろんフィジカルベースであるんだけども、はいはい、ピンポイントでゲームの流れを変える選手っていうのも多分その要因として取っておかない、23人っていうことを考えてですね、まあ、まずはまあ11人どうするかっていうところもあると思うんですけど、じゃあ後ろからいきますか、ね、後ろからいきますか。ゴール現状3人3人なんですけど、加瀬さん大丈夫ですか。ゴールキーパーはちょっと結構問題になってまして、ピッコフォードはちょっと今シーズン昨シーズンほどの良さがないと言われていて、まあ、なので僕はディーン・ヘンダーソン結構皆さん推してて、ディーン・ヘンダーソンかなと思ったんですけど、実はですね、先日のフラム戦敗れました、はい、クリスタルパレス、はいはい、で鎌田選手一発退場だったんですけど、はいはい、鎌田選手にもちろん、はい、批判の声も上がってるんですが、はいはい、どうもディーン・ヘンダーソンがまずかったんじゃないかっていうのは結構言われていて、うんうんうん、データが出たんですけども、XG、つまり XGA がゴール失点期待値を 0.74 も下回っちゃったんです、うんうん、そのさ、そのさ失点期待値ってさ、みんなそれやめない、失点予測値にしない、失点期待しちゃダメよ、やっぱり予想値で、あと配球も悪くて33回パス出したうち18回しか成功しない、ーキーパーなの、なるほど、ね、成功率 55%、うん、ロングパスも20回中5回しか成功しなかったと、うん、でこの後ろから繋いでいくっていうところに適任の人が、うん、まあ、いないわけですよ。これも適任じゃないよね、まあ、ポープも違います、うん、で、今回、どこにいる、あ、ラムズデールがまだ一番、うん、でもイングランドってやっぱりあんまりいないんじゃないかなっていうのは、うんね、うん、あるので、ここを誰にするのかですよね。まあ、トラフォードは一時期はいいと言われてたんですけど、うん、バンリーではこれをやろうとしたら、はいはい、ちょっとプレミアでは2部の時は良かったです、うん、だから後ろからつなぐっていうことはトゥヘルはやりたいんでしょうけど、それができないんだったらストップ、あのシュートストップか、ップ、はい、誰が一番だってなった時にこうだと、この声も出てくるんですけれど、なぜか彼イングランド代表とはちょっと縁遠いという、ね、怪我もね、うん、ちょうどそういう時に怪我をしちゃったりしますしね、まあ彼ではないよね多分ね、選ばれましたけど、今度も代替出場だから、となるとこの4人のうちのどれかで、はい、経験を買うか、才能を買うか、はい、トップ10のチームを買うか、はい、キックの精度を考えるでしょ、うんうん、なんか一長一短なんですよね。そうですね、ここはもう監督の好みでしょう ね、 そうですね、いきなりまず最初にボンって誰にするかっていうところでも、うん、ちょっとその人を中心に行くのかなっていう気は、うん、それかでもトゥヘルの場合だと2試合、最初の2試合で1人ずつとか使ってちょっと試す可能性もあるかもしれない、うんうん、だから今回どっちかだよね、外れてるからね、うん、読んでないし、はい、まあ、ゴールキーパーは 今のところそんな感じです、はい、横一線ですね、はい、はい、うん、トラフォードは外すとか、トラフォードはちょっと難しいかもしれないですね、うん、ちょっと一応今回どうしましょうね。あとは後ろからいきましょう、はい、後ろから一つねちょっと、はい、提案というか、はい、ちょっとえって思う、はい、かもしれないですけど、はい、ワールドカップ見据えてるわけじゃないですか、はい、大丈夫でしょうか。
年齢的なこと、年齢的なことでもう世代交代を図りに行く、はいはいはい、まあその可能性あると思います、ね、はい、ワールドカップ35になりますよね、うん、でも行けそうですけどね、まあ、次ぐらい、まあ、ね次ぐらい30代になった方がいけそうなんだけど、さすがでちょっと今シーズン、うんうん、いつものウォーカーじゃないで、三笘がすごいのはあるけれど、三笘に振り回されていたので、うんうん、それを踏まえるとちょっとウォーカーはそろそろなっていうような、ちょっとペンディングにしますか、ペンディングしておきますか、はい、うん、あ、ちょっとペンディングね、じゃあ下でいいです、下に行きましょう、下で、あ、下に、下で、下に行きましょう、逆さにしといて、逆さで貼っておきたい、逆さで、はい、そこのが分かりやすい、はい、となるとじゃあ右サイドはリブラメントでいいのかってなると、うん、よくないわけじゃん、うん、まだちょっとチームでも確固たる感じではないかもしれないですし、うんうんうん、ここはどうなんですかね、うん、それあれアレクサンダー、あれどこだ、どっかやったな、これアレクサンダー・アーノルドなのか、はい、うん、リース・ジェームズなのかですよね、それか例えばもうそのフィジカルという部分でいくんだったら、はい、やっぱり今主流はこっち方向だと思うん で、 うんで、はいはい、ベン・ホワイト、そうなんですよ、だから彼は要するにさっき名前の出たホランドとの確執があったので、はい、というふうに言われております、ね、はい、だからうん来てないんでしょうけど、はい、トゥヘルが、うん、はい、トゥヘル貼っとく、どっかに、レクサンダーですか、トゥヘルがホワイトを説得するか、はい、ただホワイトは休みは休みっていう風に考えているんで、うん、インターナショナルリーグ彼休みたいみたいな発想があるから、うん、そうなると興味ないのかな、うん、ただホワイト来てくれればもう、まあ、右サイドではおそらくサカが重要なポジションに入りますから、うん、ホワイト、サカのアーセナル の、 あの、はい、その連携っていうのを代表でもいい、ね、そのユニットを生かすべきなので、はい、はい、まあそうですね、ライスを加えたね、はい、うん、もうレギュラーとなったら来るんじゃないですか、うん、で僕レギュラーの可能性結構高いんじゃないかなと思うんですよね、その可変でいけるじゃないですか、うん、で左にリコ・ルイスとか使うんだったら、はい、うん、でコルイルでは、はい、これちょっと違うかな、まあ、でもリコルイスだとそういう可変になると右はセンターバックタイプもできる、うん、ベン・ホワイトで縦にもいけるじゃないですか、はい、うん、っていう感じがしますけど ね、まあ、そうですね、いや実はそれ一緒なんだよね、うん、でまあ基本的に一つのポジション二人だと仮定すると、はい、残り誰を選ぶかですよね、はい、で僕逆パターンで、うん、左例えばですよ、うん、今右のベン・ホワイトと同じ、うんうん、形で左コルウィルっていう起用の仕方があると思うんですね、その場合はつまり右肩上がり右の偽サイドバックでアレクサンダー・アーノルドで必ず入ると思います、うんうん、そうね、そう、あ、そういう、あ、そう、なるほど、はい、なんで右も左もどっちもそのできる、はいはい、まあ、リコ・ルイスが右それもできるんですけど、うん、だからこそリコ・ルイスは絶対呼ばれるような気がするんですよね、うん、両サイドできるから、でアレクサンダー・アーノルドは右からのその偽サイドバックというやり方で考えるならば、うんうん、で左で、センターバックも両方サイドバックもできるのでコルビルを呼ぶ、うん、なんでコルビルも必ず呼ばれるかなっていう気がするんですよ、はいはい、ね、間違いないね、うん、となるとこれは難しい、ジェームズは、うん、あ、でもこれ縦に行くときに本来であればウォーカーが残ってたらウォーカーだと思うんですけど、うんうん、じゃないんだったらリース・ジェームズかなっていう、あと強さも縦に、じゃあリース・ジェームズ残してじゃあリバーメント外すということですね、はい、となると多分ルイス・ホールもちょっと、まあ、ペンディングでいいのかなっていう気は、はいはい、しますが、どうでしょう、わかります、その通りだと思います、はい、ちょっとこれで絞れてきましたね、あれじゃないですか、センターバック必ず入るじゃないですか、カズさん、はい、入りますね、はい、ストーンズは、うん、はい、これはないですね、まあ、まだちょっと早いかもしれないです、うん、わかんない、他の選手に怪我したらいきます、うんうん、はい、はい、でじゃあ、あとコルビル、これは左でも右でもいいから、なんでいけると思います、まあ、センターはこの4人で回すのか、はい、あと可変になった時のどういったそしてここが入ってくるのかってところでしょ、はい、あとは、うん、僕でもこのメンバーで言ったら、うん、マグワイアは厳しいのかなと思うんですけど、うん、それがまずあともう一つの要因として、うん、スピードを重視するという、うん、あ、そうか、そう言ってたね、うん、ことになると、うん、ちょっと厳しいかもしれないなとは思いながら、うんうん、ただ周りにスピードがあるのがいるとこの人いけるよあとセットプレーがあるのがいけるよ、そうですね、そうですね、我が家って難しいな、うん、じゃあ我が家ウォーカーと同じだな、こうしときます、ちょっとじゃあ、うん、エンディングで、はい、はい、うん、ちょっとじゃあチルウェルもこうなるとちょっと、はい、厳しいか、あ、でも左のでも純粋な、うん、あ、でもコルウィルがやろうと思ったらできるか、うん、るからね、うん、ちょっとこちらもペンディングかもしれないですね、うん、はい、じゃあルークの翔太でもいたら、でも普通にいたらいけんじゃないですか、普通いたらいけますよ、はい、はい、うん、こんな感じですか、ね、うん、そういう意味ではちょっといろいろ可変にしてもいろいろやってくれる選手たちは、はい、
いますね。いますよ。いますね。だからそれで、はい、あのその辺をだから、はい、トゥヘルがやるんだったらうまくいくんじゃないかっていう希望的な感想が今あって、ね、はいね、あのサウスゲイトは戦略家じゃなくてモチベーターだったから、うん、はい、うん、選手の、うん、なんていうの、うん、個性というか発想に任せたけど、ね、うん、はい、ただでさえもうその、あの個性は豊かなわけなので、うん、はい、そこで戦略戦術を監督が色付けしたらそれは面白くなるぞっていうのがね、はい、希望的な観測で、はい、4-2-3-1と判定してますからね、はい、一応ね、はい、でも絶対もう、はい、絶対、まあ、絶対デクランライズ、はいはいはい、あとメイヌーも、はい、もう絶対鉄板ですね、はいはいはい、でまあ、ベリンガもどこに置くかは別として、はい、もう絶対入りますね、はいはい、うん、でコナーギャラガーがちょっとどういや、コナーギャラがトゥヘル内の評価が非常に高いという話を聞いて、あの、はい、はい、なんだよ、選手ですか、監督あ、締めをね、締めに行って、はい、ディフェンスの、はい、技術が相当磨かれたっていう評価みたいなので、うん、はい、うん、これはおそらく入ってくるだろうっていうのが大船の大方の見方ですね、はい、4-2 になるとこうなるかな、そうですね、うん、中盤の選手の中でここの3人で回すか、うん、まあ、ここに、まあ、いざという時はベリンガムが降りたりとかできるんでということで、こういうふうに、まあ、絶対入りますから、ベリンガムここに入れておきましょうか、はい、うん、まあ、この4人は鉄板でしょう、ね、はい、怪我さえしなければね、はいはい、うん、じゃあもう一つ前いきますか、まあ、パーマーも鉄板だと思うんですよね、パーマーと、あとまあホーデンも入るんじゃないかなと思いますね、はい、ね、でこのあとはここですね、カーティス・ジョーンズ今好調です、これが維持すればいきそうな気がしますけど、はい、どうでしょう、でもここのここですね、いい選手が多いです、ユース・ホワイト、ロジャーズ、うん、ロジャーズはこれからです、カーティス・ジョーンズ、この3人の共通点、違いっていうのは、はい、ロジャーズは、エメリー、はい、ジョーンズは、スロット、要するに、ね、明確な戦術を、はい、持って、はい、監督の下で働いている、はい、ギブズ・ホワイトはあのヌーノでございます、はい、今フォレストいいですけど、はっきり言って個人頼み、うんうん、となると、はい、あのトゥヘルのタイプだと思いますよ、はい、強いし、うんうん、ただそこの戦略戦術をどこまで理解できるのかとなった時に、うん、この2人はどうなのにはまず落ちるかなってなって、ちょっとギブズ・ホワイト難しいかなってなってくるんですけどね、ちょっとこれ、じゃあこちらもペンディングしていきますか、そうですね、はい、ちょっとじゃあこちらもね、はい、ちょっと裏返して申し上げれませんが、はいはい、まあ、ホーデンこっちもできますからね、そうですね、ホーデンも、はい、パーマもそうですね、両方できますからね、一応、はい、うん、ここ渋滞しちゃうとあれだから、ね、あとどうなんですか、もうどうですか、呼ばれないですか、うん、マディソンは、マディソンフリーキックね、どうでしょうね、一応入れておきます、一応マディソンどうですかね、ここ限定になっちゃうけどね、ここちょっと、はい、うん、そうですね、うん、まあ、あとはグリーリッシュ、はい、この人のリーダーシップね、はい、グリーリッシュいないんで悲しんだ若手がたくさんいるっていうので、うん、これは入ってきそうな気がするんですよね、はい、何もまたね、ちょっと他の選手と違う、はいはい、アクセントとして途中からっていうのはあるかもしれないですね、本当はフォーデンなんか中で使いたいんだけど、なんか渋滞してるんでこっちになっちゃうんですよね、うんうん、あと絶対サッカー入りますね、まさか入ります、間違いないですね、これは鉄板ですね、はい、でここ、はい、まあ、ボーエンもそろそろもしかしてね、どうですかね、まあ、ボーエンもでも、ボーエンよりマドエケ取るような気がするな、でも人数これ、ね、何人なんだろう、今31人だから、あと8人削らないといけない、結構削らないといけないです、はいはい、じゃあもうこれはポープをポープを、はい、とりあえず、はい、うん、ポープが下がり、はい、そんな気がします、なるほど、なるほど、うん、ちょっと後ろ誰かけこれでまず1人 ね、はい、ね、あと7人かこれ結構、まあ、ここ3人ね、うん、僕これだと多分ブランスウェイトは削っていいかなって気もします、うん、そうですね、これよりもルースクショーもやろうとまたできるんで、はいはい、うんうん、もちろんねブランスウェイトが、はい、覚醒したらこっちに入ってくると思いますけど、はい、くどいですけど現状、はい、はい、ここは動かしようがないです、はい、うん、あと6人です、ここを話しますか、まずもう鉄板だとしてどっちか、鉄板ですね、うん、1人ですけど、でも今まで大体2人入れてますよ ね、 ワードね、うん、でこれがどう、うん、あ、そうですね、うん、でもそうなってくると、うん、ここよりこっちがまずいなくなる、うん、まだそう、ね、もうちょっと覚醒、うん、さらに覚醒したら、はいはいはい、あ、すみません、次は行きそうですけど、うん、ロジャーズがちょっと外れるかなっていう気はしますが、うん、となるとあとここどっちかだよきっと、うんうん、やっぱりまあ、どやけじゃねえかな。じゃあボーエン、ちょっとじゃあボーエンさんもじゃあこちらにちょっと行っていただく感じになりますか。大丈夫、はいはい、あと4人かな。でもこうそうなるとマディソンちょっときついかなっていう気がしますね。ねうん、あと3人。その辺になるんですけど。全くすみません、触れなかった、はい、ラッシュフォードさんは どうでしょう。ラッシュフォードはここ限定なんですけど、はい、コンディションが上がってくればね、うんうん、
入るだろうっていうところで、うん、一応ネームプレートを用意してもらったんですけど、はい、こうやって2人で話していくとちょっとないなっていうふうに思うようになってきた、うんうん、やっぱこう強度という部分でいくと、うん、その守備の強度っていうことも重要視されると思うんですよ、はいはい、うん、そこでちょっともしかすると、うん、まあ、トゥヘルのお眼鏡にはかなわない可能性がラッシュフォードさんはあるかもしれませんので、じゃあこちらにちょっと言っていただきますか、はい、これであと2人、あと2人かな、ワールドカップ26だったですね、うんうん、そこ3人26、まあ、登録23で26人連れてってっていう、うん、ここで誰かをベンチにするっていう、うん、その時の状況に応じてってだとちょうどこういう感じになるかもしれないです、今回でいいんじゃないですか。じゃあそういうしておきますか、はい、どうですか今回ワトキンスとソランキンでしたけど、はいはいはい、まあ、キンは鉄板じゃないですか、はいはい、ワトキンスもそうかな、やっぱこの3人ですか、うん、だと思いますけど ね、あ、ワトキンスね、ここもできるんだよね、あ、まあ、そうですね、でソランケはどっちかってやっぱちょっとこっちは難しそうなので、うん、隣融通性を踏まえると、うん、まあ、ワトキンズソランケの二者択一となった時にはワトキンズの方が有利なのかなっていう気がしますけどね、なるほどですね、一応この23人のメンバー、うん、23人は26人になってますけど、うん、メンバーでゴールキーパーはラムズデール、うん、ニー・ヘンダーソン、ピックフォード、うん、ディフェンスラインでいくとリース・ジェームズ、アレクサンダー・アノルド、うん、ベン・ホワイト、うん、コンサ、ストーンズ、グウェイ、うん、コルビル、ルークショー、リコ・ルイス、うん、そして中盤は、メインヌー、デクラン・ライス、コナー・ゲラガー、ベリンガム、トップスター的なところでカチ・ジョーンズ、パーマー、ホーデン、右マデサカ・マドゥエケ、左、ゴードン・グリリッシュで、ホーデンはもちろん中目、まあ、どちらもできるとかですね、でトップにハリー・ケイン、ワトキンス、ソランケという、選手たちを我々ちょっと選んでみました、はいはい、どうですか、ここからレギュラーですか、レギュラー行きますか、レギュラーも行きます、うん、レギュラーどうします、やめ、もうこのくらいでまだ分かんないですから、いいですかね、はい、このじゃあこんな感じですかね、うん、はい、ここでどうやってくるかは、あとまた、始まトゥヘルが3月かな、ね、3月ね、最初に指揮を取るのは、うん、その時にやりましょうか、でもこうやってみるとあれだね、はい、やっぱここ弱いな、うん、申し訳ないの、この お三方のファンの方には申し訳ないですけど、ちょっとこう弱いですよね、キーパーがね、そうなんですよね、うん、弱いっていうか他のポジションに比べると、うん、ちょっとそうなんですよね、うん、いや僕もこの、今日後ほど収録しますけれども、うん、あ、はいはいはい、メンバーシップの方のための動画で、うん、イングランド歴代ベスト11っていうのはやっぱここがね、うん、やっぱいないわけですよ、うん、最後までもやったもん、うん、ここがあって、まあ、それはぜひ加入していただいて、うん、ご覧をいただきたいと思ってるんですけれども、うん、そうだよ、そうです、ね、バンクスの後だよ、つい原稿を書くときにクレメンスとかシルトンまで入れちゃうけど、やっぱバンクスの後だよね、はい、うん、長いこといない、長いこといないですね、すごいですね、テレを止めたフォードバンクス、あれはすごいよな、はい、セーブは、うん、どうですか勝谷さん、こう、ね、我々こうまず、はい、ゴールキーパーね今問題という話で、はいはい、あと左サイドバックの今までちょっとここのところ怪我人が、うん、まあ、ルークショー今怪我です、うん、はい、でリコルイスは、ね、右が、まあ、左今やってますから、うん、これできるっていう、うん、もう本職のじゃあ純粋な左サイドバックって言ったらルークショーだけですもんね、うん、はいはい、我々挙げてる中で、うん、ここでチルウェルとかいますけど、ちょっとみんなルークショーも怪我がち、はい、チルウェルも怪我が多い、はい、はい、うん、他にじゃあ誰かってなかなかいないんですね、なかなかいないですね、うん、そしたら3バックやって、うんうん、まあ、うん、それこそアレクサンダーの343の4のところにいてもいいかもしれないし、うん、あ、そうですね、うん、だからそれこそそうですね、右アレクサンダーアーノルドだったら本当に左ね、うん、ルークショーダーコルビルにして、うん、可変で3バックでっていう感じで全然それに適する、うん、そうですね、適応する、ね、うん、選手ですしね、うん、そうですね、うん、ちょっとね、これ全然ディフェンス薄いんじゃないって言われるかもしれないけど、はい、なんか言ってもこれよりここできるし、グエイとかコンサってもう少し高く評価されていいと思うよ、うん、ビラだし、はい、クリスタルパレスなんで、うん、その辺でなんか、うん、大きな評価に至ってないですけど、うん、安定感といい、はい、1対1といい、うん、申し分ないと思いますし、はい、だからいろんな戦い方ができる、このメンバーは確かに素晴らしいメンバーで、うん、ね、うん、これ監督がね、今そのやっぱりイングランドでもちょっと二分していて、うん、やっぱりドイツ人はどうなのか、イングランド人にね、うん、やらせたい、まあこれ多分各新聞評価が違うんですけど、うん、これはもちろんどっちかなんですよ、右派の新聞なのか左派の新聞なのかによってもだいぶこれ書き方が違うでしょうし、うん、あとは要するに、はい、対メディア において、はい、トゥヘルはやはり攻撃的な感じがするから、メディアとトゥヘルはうまく、はい、それほどうまくいってないメディアがあったかもしれない、うん、はい、仮にこれ、はい、クロップさんだったらこういうふうに言わないよ、みんな、まあ、そうなんですよね、そういうことだって、そうですね、うん、トゥヘルはあれですね、会見でドイツのパスポートを持っていて申し訳ないって、うん、すいませんって、ね、うん、ね、これまたいいなって思いますけど、ね、うん、
まあ、あんたたちうるせえからなと思ってるし、うんうん、だってアモリモの会見だってさ、はい、なんか英語でなんかなんか伝えてさ、この英語わかるかみたいな感じのさ質問してるじゃん。 ね、あれはなんかイングランドの見る全体じゃなくて、うん、なんか立ち直るやついるんだよね、うんうん、やっぱ保守的な方がやっぱりいらっしゃって、うん、まあ、いろんな、ね、まあ、政治もそうですけど、まあ、どちらがいいと、保守的ね、そういう言葉言えんだな俺も、俺たちの悪いやつと思う、ね、勉強になります、ありがとうございますでもこうで監督が今までどちらかってオーソドックスな監督だったところが、はい、ちょっといろんなことをやる、でこのそれをどういうふうにじゃこのメンバーでやってくるか、どういう戦術を取るのかっていうのは楽しみですね、はい、うん、そうですね、はい、うん、そのある程度の、うん、決まり事、約束事というのが今までに比べれば出てくるでしょうから、うん、それに応じたあのフットボール IQ というのを要求されますので、うん、はい、それを普段の各リーグでどれだけ、うん、はい、それにのっとったフットボールをできているか、うん、所属チームの監督が、うん、その戦術戦略というのをどの程度用いるかというのも選考の基準になってきて、で我々が知らない選手がポンと入ってくるかもしれないし、うんうんうん、ではもうね、ちょっとこれから先は実際蓋開けてみないと、はい、ということになるので、はい、3月以降また、はい、例えば3月の2試合、うん、見た後とかに、はい、我々じゃあイングランド代表また特集やりましょうか、うん、そうですね、はい、あとは、まあ、その時になって覚えてればまたやりしますけど、はい、フォーデン、うん、パーマー、ベリンガム、はい、ライスの、うん、共存はどういうシステムなのかとかいうのをちょっと考えたいですよね、なかなか難しいぞこれ、と、いうことで今回はイングランド代表トゥヘル新監督が直面する課題ということで、まあ、課題というはというよりはまあ希望的なね、希望、うん、希望というふうな方が今はね、うんうん、ちょっとゴールキーパーのところはちょっと心配だなってなりますが、うん、タレントフィールドプレイヤータレントごっそりいるので、はい、これを、うん、どのようにあの、ね、はい、戦略家のトゥヘルが、はい、うん、組み合わせてくれるのかっていうのは非常に楽しみですよね、はい、そうですね、はい、うん、ということで、ではまた次回はちょっと先になると思いますけれども、はい、イングランドはやらせていただきたいと思います、はい、そしてですね、またじゃん、今回また、はい、プレゼントの抽選が梶谷さんあります、はい、またやるの、はい、またやります、あ、前回、まず前回のほらあの前々回ですね、あの、はいはい、皆さん応募していただきました、はい、この、はい、ジェイク・チャールトンさんね、これ結構これいいんじゃないか、加瀬さんもお気に入りでしたが、うん、はいはい、こちらの、ロンティ今日着てるのもいいよね、そう、あ、ありがとうございます、あの、はい、これ私あのかつてあの衣装であの提供していただいたのを買い取りまして、うん、はい、私物でございますジェフチャルトさん、はい、はい、身をあの必要以上に主張しないロゴを、うん、こちらもすごいすごいのあじゃんこのさ、はい、ってことは言わないでさ、ね、じゃあこれをじゃあ1枚お願いします加瀬さん、同じくらいじゃないこれ、いや、加瀬先生、あ、そうなの、はい、左手、右手、どっちがいいですか、じゃあ右手だね、右手、はい、はい、お、すげえ来てる、ありがとうございます、皆さん、ありがとうございます、またチェルシー、前回、前回は 何の回でしたっけ、怪我人だ、うん、だからいろんなチームが、うん、怪我人多いチームかもしれない、あ、2枚引いちゃった、じゃあ、じゃあちょっと、はいはい、また今の捨てました、もう1回、はい、せっかく今ね、当たった人いたのにね、これ1枚か、1枚、はい、はい、はい、磯丸、磯丸さん、磯丸さん、うん、さあ磯丸さんはどういう、お、アトレティだ、あ、よかった、アトレティマドリーだ、はい、ロドリのバロンドール受賞は嬉しいです、うん、あとジョアン、君もチェルシーで幸せになってくれよなという、ジョアン、フェリックスか、フェリックスです、うん、はい、ということでやっぱまたチェルシーかよアトレティ、アトレティです、アトレティが答えです、でもチェルシーじゃん、ということで磯丸さんにこちら、はい、差し上げますので連絡をお待ちいただけたらと思います、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということでじゃじゃーん、あ、ちょっと見切れちゃったな、はい、ゲーム風シャツでございます、風、はい、これ黒、何ゲーム風ってゲーム風、ゲームシャツ風、ゲームシャツ風です、ごめんなさい、ゲームシャツ風、うん、はい、ゲーム風シャツ、ゲームシャツ風です、はい、なんでこれね、発汗、こう多分汗をかいてもみたいなところありますか、ファンはついてないの、ファンはついてないです、ついてない、ね、ファン、加瀬さん、あのゲームシャツにファンはついてないです、でもね、こう通気性が、で後ろもほらちゃんと背番号って、うん、04でジェイクチャルという文字も入っております、うん、はい、これはサイズは L サイズでございます、うん、はい、こちらを1名の方にプレゼントさせていただきますので、うん、引くの、いや違います、まだ違うんだ、はい、もう応募いただきます、はい、応募してください、はい、また概要欄に応募フォームがありますので、はい、そちらに今回のようにいろいろ書き込んでいただいて、はい、はい、うん、
またチェルシー関連になるのかどうか分かりませんが、いろんなね、いろんなチームのファンの方お願いいたします。チェルシーファンしか見てないのか。いや、そんなことない。いや、はい、公平にやっておりますので、この中に入れてないとかはないですから、チェルシーファンしか入れてないとかはないんで、よろしくお願いいたします。本当かな。はい、お願いいたします。どうですか、いろんなマンチェスター。でもチェルシーファン多いの。あ、でもユナイ、あのリバプールファンいるな。ここあ、リバプール結構いる、うんうん。あ、ユナイテッドファンもいる、シティズンもいる。シティズンいたんだ。はい。あ、ユナイテッドファンの方いらっしゃいますね。あ、スパーズの方もいる。あ、ユナイテッドリバプール。カスヤさん大好きです。ありがとう。誰だ、な、何さん？ユタさん？ユタさん。ユタさん。ユナイテッドファンの方ですかね。うん、ユタさん好きだよ。うん、シティファン。でもやっぱり上位のチーム、ビッグシックスのファンの方が多いのかな、やっぱり。さっきシーガー、シーガーズ、あのブライトンの方、ね。あ、ブライトンの方。はい、うん、そうですね。おー、なるほどね。はい、はい、そうですね、うん、お、あ、ラリーガの、ね、ファンの方も、うん、いや、プレミアのファンというよりは他のリーグ、ね、うん、先ほどのアテレティの方も、うん、そういう方もぜひ見ていただいているようにありがとうございます。では今回はこちらになりますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、ということで今回はこのあたりでよろしいですか。はい、そうですね、はい、はい、うん、ということで今回は代表、イングランド代表についてお届けをしてまいりました。はい、はい、うん、はい、ということで、では、あ、そうか、イングランド代表、僕はあれです、アイルランド戦、うん、あのダゾーンで、うん、また一人実況なんですけど、無料配信、無料じゃない、有料、有料で、有料でしょうか、はい、加入していただいて、はい、ということになるので、もしよかったらよろしくお願いいたします。はい、ということで今週も勝谷秀樹さんと一緒にお届けしました。勝谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週です。秋本番です。おしゃれを楽しみましょう。